はい、今日は令和3年1月の15日、お昼ご飯です。福田の家です。今日はメインはメンチカツ、メンチカツ、それとレンコンの天ぷらをつけてみました。はい、次が酢の物いきましょうか。酢の物は福田の家でできたカブを、はい、千枚漬けにしました。あ、美味しそう。あ、美味しそうですね。すごい薄い、薄くて美味しそうそしてこの葉っぱは何でしょう。大根の葉っぱを、はい、和え物にしました。はい、卵と卵が、あ、こっちか、こっちだね。いやいや違うよ、こっち、うん、そっちがな、はい、こっちも大根と、はい、かつお節、かつお節でお漬物に変身しました。はい、そうですね。で、就労でいただいた大根を今日はツナ缶で、はい、炊いてみました。はい、美味しそう。美味しそうですね。すごく味が染みてそうです。はい、そして今日は炊き込みご飯です。はい、はい、いっぱい具が入ってる。味がしっかりついてそうですね。はいはい、そしてお味噌汁がネギがいっぱい入ってる。お豆腐とネギですね。はい、はい、美味しそうですね。今日はそしてデザートのヨーグルトも乗っております。はい、今日柚子ジャムですね。そうですね、はい、はい、ここで採れた柚子ジャムです。はい、はい、ではお腹が空いてきたのでいただきます。いただきます。